ITX1 の仇を取りに来たんですが。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、アイコーが前回の反省を活かして完全に改善された、アイコー ITX5、4.4mm バランス出力を備えた、マルチメディアハブだ。前作 ITX1 の不満点、特に音質を劇的に向上させ、おまけに謎のディスプレイを備えた、おしゃれ端末として仕上がっている。使用感の方も、しっかりと改善しているぞ。詳しく見ていこう。まずは、ITX1 で最大の不満点となった、音質について。これはもはや別物。というか、この価格帯の USB-DAC として、専用のものとバリバリに渡り合えるスペックに向上した、ITX1 には、音の開始と終了の際に、回路が停止する、ブツッという目立つノイズがあった。僕は本来推奨されない方法とケーブルで接続してたので、そのせいかな？とレビューに書いてたんだけど、どうやら本来の使用方法でもなるものだったみたい。対して、今回の ITX5 は全く事情が異なっていて、もちろん、それらの目立つノイズはなく、さらに、音声周りのスペックは劇的に引き上がってる。側面に斜め方向に生えた、アナログ出力と、光デジタル出力、3.5mm、4.4mm バランス、光デジタル出力端子が並んでいて、普通のヘッドホンアンプと遜色のないデキ、採用されている DAC チップ周りは、ESS カスタムチップを採用してる。ESS 製のチップは、オーディオグレードで幅広く使われるもので、ハキハキとした鳴り方と低音の量感の、ちょうどいい塩梅のところのバランスに仕上がってるみたいだ。海外クラウドファンディング版では ES9068 採用の表記があるが、こちらはカスタムチップに変更されたようだぞ。自分の環境を置き換えるくらい、低音と高音の質が良い。コルグ HAS というヘッドホンアンプとサバジ DA3 を組み合わせてたんだけど、ようやく、デスクトップ環境なのに乾電池を交換しないと音楽が聞けない状況から脱出できたよ。以前レビューした、ロックスジード10は改造感が足りず、サバジ DA3 は、低音の臨場感について、アンプで補助しないといけなかったんだけど、本気はそれらのちょうど良いとこ取りのような、低音と高音の美味しいところ、ボーカルの厚みなどがしっかり楽しめるバランスになっていたぞ。お値段の方もクラウドファンディングで2万円程度と、現実的な価格なのも大きい。アンプ部分の出力も十分で、ヘッドホンなども全く不足なく駆動させることができる。アイコーは以前にも、ITM1 で ESS 製カスタムチップを採用してるけど、そちらより余裕を感じる、量感の力強いサウンドとなっているぞ。過去のアイコー製 DAC よりも明らかに1ランク上がった音色に感じるな。というわけで、ITX1 の最大にして唯一の弱点だった、音質については、こちらは音質目当てで購入できるレベルまで引き上がった。しかもそれだけじゃなく、ITX5 はマルチメディアハブなんだよな。最大の特色は、本体前面にデカデカと配置されたドットディスプレイだ。これは、音質モードの選択と、それからイルミネーションのために使われてる。タッチパネル方式で操作可能で、画面をダブルタップすると設定画面に入るぞ。設定画面には、直感的なボリュームスライダー、Windows 側のボリュームと連動しない、独立ボリュームになっている。それから、ディスプレイの表示選択、そして、音質モードの選択が行えるようになっているぞ。時間経過で画面は戻る。画面表示は2種類で、ヘッドホン端子に何かが接続されると、波が流れ続けるモードになる、ヘッドホンを使ってる時に常に流れるタイプのイルミネーションだな。ヘッドホンを外すと、周囲の音に反応するイコライザモードになる。結構大きな音量じゃないと反応しないので、どちらかというとスピーカーよりも話し声に反応してることが多いな。それから、音声にも3モードあって、最も誇張の少ない音楽モード、強調されたバランスが楽しめる映画モード、そして、より低遅延な再生が行えるゲームモードの3つだ。ゲームモードでは、ITX5 本来の 32bit384kbps というスペックよりも、再生可能な帯域が制限される。とはいえ、ゲームはハイレゾでできないので当たり前だな。モード変更のためか、ミュージックムービーモードのいずれかからゲームモードに変更するとき、そしていずれかに戻すときに一瞬デバイスは切断されるぞ。個人的にはハッタリが効いてて、ムービーモードが好みだな。正直、この画面周りについては、もうちょっと微調整が欲しかった。光量調節ができるだけで、一気に評価は変わったと思う。
今のところ、光量の調整はできず、また、ヘッドホンを抜き差しすると、画面の設定を忘れて強制的に一人エレクトリカルパレードが始まるので、画面の光量を落として、目を疲れにくくしてる人にはちょっと鬱陶しく感じちゃうかも。アップデートとかで対応できるなら、画面の設定保持か、光量の調整については一向してほしいな。実用面については充実してる。ITX5 のトップには、USB-C のくるっと回って取り出すスロットがあって、ここは、iCOの発売する無線マイク用のドックになってるぞ。こちらは手元にないので詳細は省くけど、ITX5 のデザインに合わさった、スリムな無線マイクを搭載していて、デスク周りをスッキリさせることができそうだ。イヤホンジャックと反対側の端子には、アクセスしやすい USB ハブ機能、一番下のチャージ用の USB-C ポートは、大電流の流せるポートに ITX5 を接続した時に能力を発揮するな。オーディオに USB ポートとか必要？と思うかもしれないけど、あると本当に便利だ。背面はこんな感じ。給電用のタイプ C ポートと、データ用のタイプ C ポートが並んでる。2つ目のポートは、基本的に電力が不足した時のためのもので、普通は1ポートで動くぞ。それから、恒常的につなげときたい USB のためのポートが3つ、HDMI 出力端子が2つだ。HDMI 端子は、8区ディスプレイ1枚、あるいは4区ディスプレイを2枚接続できるもので、ITX5 がノートパソコンにつなげてそのままワークステーション化する用途向けに作られてることがわかるな。また、LAN 端子も備える、お家では有線、外して無線、という使い方をするときに便利なポートだ。一方で、ITX1 で用意されていた、マルチカードリーダー機能は省略されてる。地味にカメラつなげるのに便利だったんだけど、そっちよりも映像出力と音声に特化した、ということだろうな。というわけで。厚みがあって、この価格帯の USB-DAC として納得のポテンシャルを持つオーディオ周り、これ一つでまとまる USB、HDMI、有線ネットワーク周り、おまけに他にはないディスプレイ付き、見た目や奇抜さで選んでも、性能に納得できる一台になっているぞ。僕は純粋に音質で、再生環境がこいつに一本化しそう。おまけにちょっと USB ハブとして使いたい時にそこにポートがある、っていうのはすごく便利だ。ちなみに、付属するケーブルは USB-C プーシー1本だけなので、USB-A プーシーのケーブルが必要な人は、別途購入が必要。ちゃんとしたブランドのものじゃないと、動作が不安定になったりするので、Amazon Basic かアンカーあたりのお手頃なものを別途買っておくことをおすすめするぞ。外観としてもシンプルにまとまっていて、ディスプレイのインパクトもある。音質としても、ちゃんとインパクトがある。PC にポン付けして使える手軽さもあるな。ITX1 の唯一にして最大の弱点である音質が解決された時点で、欲しい人はかなり多いのでは？あ、そうそう、他のがっつりオーディオオーディオした据え置き USB-DAC と比べて、手元にスイッと寄せやすいデザインなのもありがたい。ヘッドホンアンプとして使うならともかく、1.2 無視化ケーブルがないイヤホンアンプだと、手元に引き寄せる必要があるんだけど、動かしやすい形と、面積を取らない縦型設計なので、何かとケーブルの取り回しの一部として優秀なんだよな。逆に ITX1 なんかは、引っ張る時にザリザリ言ってたのでちょっと取り回しづらかったんだけど、ITX5 は、手軽にポジションを変えられるので、そういうスペックに出てこないところも、地味ながら便利なやつだったぞ。と、こんなところだな。音質で選べるマルチメディアハブ、その時点で、ITX1 の仇は十分に取れたと思う。現在、クラウドファンディング中で安価に入手できるので、ぜひこの機会に、ESS チップの音色と、地味に便利な要素の組み合わさった、ITX を、検討してみてくれ。といったところで今回はここまで。